イージス護衛艦アタゴの能力とは、混合型との違いは。イージス艦が初めて登場したのが1983年のことだった。1970年代にアメリカ海軍が研究開発したイージスシステムは、主に対空戦闘を目的として作られたものだった。敵味方を自動で識別し、脅威の評価、迎撃目標の選定などをシステムが行い、突然のミサイル攻撃など人間が判断や操作をする時間がない場合、自動でミサイルを発射する。つまりイージスシステムは人間の判断を介さずにシステムが自動でミサイル発射までを行ってくれるのだ。世界初のイージス艦であるタイコンデロガのネーミングは、18世紀にニューヨーク州北部に作られたタイコンデロガ要塞から付けられている。アメリカ海軍のタイコンデロガに搭載されたイージスシステムは、従来の艦艇とは全く違う高度な戦闘指揮システムとして、37年経った現在でも世界最高の防空システムとして各国海軍が採用している。1993年、日本で初めて就役したイージス艦が金剛であり、現在金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻を保有している。マヤ型の2番艦であるハグロは2020年現在移送中であり、稼働できるイージス艦は合計7隻となっている。日本のイージス艦のネーミングは全て山の名前から付けている。金剛山をはじめ、霧島、妙高、鳥海、アタゴ、足柄、マヤ、ハグロとなっており、アメリカ海軍に次いで世界で2番目に多いイージス艦保有国となった。今回は数あるイージス艦の中のアタゴ型の能力と混合型との違い、また弾道ミサイル迎撃実験について解説していこう。アタゴの目となるスパイ1デルタ。イージス艦の特徴といえば、環境周りの4面に装備された八角型のフェーズドアレイレーダー、スパイ1デルタである。500キロ先の目標でさえ探知できると言われるスパイレーダーは、まさにイージス艦の目であり、向かってくるミサイルや航空機を遠距離で探知し、対空ミサイル SM-2 を誘導する機能も備えている。一般的な回転するレーダーとは違い、半球上の範囲を全てカバーできるため、死角がなく、どこからミサイルが飛んできても探知できる能力がある。アタゴは混合型のスパイレーダーからさらにバージョンアップされ、ミサイルのような小型高速目標と天頂方向の捜索追尾能力が向上している。また目標の同時追尾数も増えており、より多くのミサイルや航空機に対処できるようになった。一方、混合型イージスには搭載されていない特殊なレーダーが SPQ-QB だ。近代化改修によって新たに追加されたこのレーダーは、海上自衛隊では初めての装備となる。フェーズドアレイが表と裏の2面についていて、毎分60回転で水上捜索を行う。通常の水上レーダーと違う点は、波長の短い周波数を使用することで、海面からの余計な反射波の中からでも近づくミサイルを探知追尾することが可能だ。ミサイル以外にも小型の水上目標や潜水艦の潜望鏡も探知できる能力がある。このレーダーはもともとアメリカのイージス艦や空母、強襲揚陸艦に装備されていたものであるが、アタゴ、足柄は近代化改修により SPQ-QB が装備された。アタゴ型と混合型の違い。アタゴ型と混合型の一番大きな違いといえば、ヘリコプターを搭載できる格納庫がある点だろう。そのため全長は4メートル長くなり、排水量も500トン増加している。混合型もヘリコプターの発着艦は可能であるが、格納庫がないため人員や物品輸送など一時的な運用のみに限定されている。 SH-60K と呼ばれるヘリコプターは、上空から敵の水上艦艇や潜水艦をあらゆるセンサーを使って捜索を探知し、そのデータを艦艇に送信して攻撃の準備を行うのが主な任務だ。アタゴ、足柄は格納庫の他にも航空管制室、搭乗員待機室なども準備されているが、航空機の整備を行う第5分隊は乗っておらず、現状は混合型とほぼ同じ運用といえる。その他にもマストと手法が大きく変わっている。混合型は従来の護衛艦と同様のラティスマストであるが、アタゴ型はステルス性の高いステルスマストに変更されている。手法については、混合型のメララ54口径 127mm 砲に代わり、米海軍62口径 127mm 砲になっており、マストと同様にステルス性を重視した形状になっている。弾道ミサイルを SM-3 で破壊せよ。イージス艦の任務として特に重要なのが、弾道ミサイルから日本を守る BMD である。 BMD とはバリスティックミサイルディフェンスの略で、弾道ミサイル防衛を意味する。平成30年9月、アタゴはパールハーバーに入港後、ハワイ沖にて SM-3 の発射試験を行い、 BMD 艦として認定された。
SM-3 は発射後、分離しながら大気圏外に出て弾道ミサイルを破壊する。この時、発射された弾道ミサイルを宇宙空間まで追尾し、SM-3 を誘導する役割を果たす。通常のミサイルのように、作薬による破壊ではエネルギーが足りないため、弾頭部分をダイレクトにヒットさせて、その衝撃で物理的に破壊するのだ。作薬で破壊する場合、その爆発エネルギーを拡散してしまい、弾道ミサイルを破壊することができないからだ。つまり、鉄砲の弾を鉄砲の弾で撃ち落とすよりも、はるかに速い領域で衝突させなければならない。BMD のミッションは非常に高度な技術を要するのは言うまでもない。今後のアタコ型はどうなるのか。海上自衛隊が導入した2世代目のイージス艦アタゴ、非常に優れた戦闘力を持つアタゴ型であるが、海上自衛隊は今世紀半ばまで運用すると報じている。2018年にハワイ沖にて模擬弾頭ミサイルを大気圏外で迎撃に成功しており、ミサイル防衛システムの能力の保有が確認された。今後もイージスシステムや BMD のバージョンアップ、武器も SM6 や SM3 ブロック 2A などにアップデートされていくことが予想される。